はじめに中心軸運動の説明をします。分かりやすく言うと、私は約90キロあるんですけれども、この体重計の上に乗ったとします。で、この体重計の数値が自分の体重を表していると。その状態の中で行う運動すべてです。ですから、先ほど言ったみたいに、この回転運動のことだけを言ってるわけではないです。ですから、パンチにしてもそうですし、例えば、この畳1畳分が全て体重計だとしたら、この90キロを計測したまま何か動作をしたりですとか、あるいは、片足にもなったとしても、ここが、つまり90キロのまま、言ってみればほとんど全ての動作が中心軸とも言えますね。 お手本ですとか、その最初に習う技全ては中心軸とも言えます。90キロを継続したまま突く、蹴ると、これが、中心軸です。で、対してこの体重計 に表示された数値が瞬間的にゼロになる、ゼロになる、瞬間的にですね、そのゼロになる過程でこう技を出す。畳1畳分が、大きな体重計だとしたら、またでボールを投げる際にこう乗らずにこう抜いてる、こう流動的に瞬間的に、言ってみれば軸がなくなるんです。で、私が以前こうスポーツを学ぶ中で、学んだ二軸っていう表現があるんですけれども、これ名前がこう二軸なもんですから、この側軸回転をこう二軸っていうふうに誤解する人が非常に多かったんです。一時期流行ったのナンバー歩きもそうなんですけども、こういう動きですね。あるいは蹴りの際に二軸の蹴りといって、こう側軸でこう蹴っていく。で、これは先ほどの説明にこう照らし合わせていくと、これ中心軸なんです。体重がここに乗ったままなんで、本当の意味でのその二軸は、体重が乗らないように、蹴りで言ったら軸足に体重が乗らない、乗る過程で乗る前にこう蹴っていく。歩きで言ったらこういうふうに歩くんでなくて、乗り切る前に次の足が出てくる。これが本来っていうところのナンバー歩き、波足と呼ばれる動きだと思います。ですので、二軸という名前がこの2本の軸を連想させてしまうがゆえに、こう間違った解釈をすることが多いもんですから、私は二軸ではなく無軸という表現の方が正確なんじゃないかと思い、スポーツの世界である通称二軸を私は無軸と呼んでいます。